します。AWS のソリューションアーキテクトの福井です。本日はですね、お忙しい中、また足元も悪い中、この AWS Dev Day に ご来場いただきまして誠にありがとうございます。さてですね、次のセッションはですね、日本でテスト駆動開発といえば、この人という、和田拓人さんにですね、質とスピード特別編ということで、ご講演いただきたいと思います。で、この、講演の後にですね、Q&A の時間も設けておりまして、いくつか事前に質問をいただいているのもあるんですが、もし皆さんの中でですね、この和田さんに質問したいと思われる方は、ぜひツイッターで、ハッシュタグ AWS Dev Day で、質問をつぶやいていただけましたら、時間の許す限り取り上げたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは和田さんをお呼びしたいと思います。和田さん、どうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。和田さんとは結構古い付き合いですね。古い付き合いですね。僕が学生の頃から福井さん、ちなみに学生の頃から福井さんのビジュアルはあまり変わらないんですけど、はい、だから23年前ですかね。はい、はい、じゃあ今日は質とスピードということで、普段もご講演されている内容だと思うんですが、はい、今日は特別編ということで、そうですね、また皆さんにさまざまなこの考え方をお伝えいただければと思います、はい、それでは和田さん、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、皆さんおはようございます。久しぶりの大会場、久しぶりのオフライン公演です。すごく久しぶりですね。はい、で今日は、質とスピードというタイトルで、お話をさせてもらいたいと思います。AWS Dev Day 特別編ということで、どう特別かというと、普段は、ですね、この公演はさまざまな初演以来さまざまな場でお話をさせていただいて、大体講演に100分ぐらいかかるという感じなんですけど、特別編、何が特別かというと、時間をギュッと凝縮して25分、100分を25分でしゃべる。あ、これは厳しいな、さすが要求が厳しいという感じなんですけど、それが前後して今日はもうちょっと長くしゃべるみたいな感じなんですが、エッセンスを喋っていきたいと思います。はい、質とスピードというタイトルで、2019年の初演以来、さまざまなところでお話をさせていただきました。いつの間にかサブタイトルがつきまして、ソフトウェア開発の典型的な誤解を解く。ソフトウェア開発の典型的な誤解、何かっていうと、質とスピード、この2つがトレードオフの関係にある、つまりどちらかを上げればどちらかが下がるという関係にある、表現を変えると交換可能であるというふうに、私たち思い込みがちなんですよね。で、本当にそうかなっていうのを、今日はお話ししていきたいと思います。はい、で、私のセッションに関しましては、Twitter AWS Dev Day ハッシュタグでどんどんつぶやいていただけるととっても嬉しいです。で、かつ、ですね、写真撮影とかも撮っていただいて構いません。できれば、久しぶりですね、このこというのも久しぶりなんですけど、シャッター音の出ないアプリがあるとなおよしという感じですね。ものすごい久しぶりにこの話をしました。はい、ということで、2019年の初演以来、もうこうなんか字がちっちゃくてそれって見えないですけど、たくさん喋ってますというような感じです。2019年話して、でそこからいろんな自分の会社でこの話を、上長に向けてとか、どちらかというとこの話って開発者の方だけに向けて話すっていうよりは、会社の意思決定層の人とか、営業の方とか、さまざまな部署の方と一緒に聞くというのが社内講演として一番起爆剤になりますので、そんな形でうちで喋ってほしいっていうのを、依頼いただいて言ってるという感じです。はい、じゃあ始めます。最初に出てくるのは、アジェルサムライという本に出てくるアラブル四天王という概念です。アラブ視点の目の前に時間、予算、品質、スコープという視点を覚えます。で、ソフトウェア開発をしていると、あ、これはまずいなと、間に合わないなと思う瞬間やってきますよね。つまり、あ、これは、リリースが間に合わない、約束した時までに約束していた機能を収めることが難しいなと思う瞬間、与えた時間に対してやるべきことが多すぎる場合どうすべきか。 A、 スコープを削る。 B、 もっと人を増やす。 C、 リリース日を延期する。 D、 品質を犠牲にする。で、私はソフトウェアエンジニアとしてのキャリアは、20年ちょっとぐらい、でいろんな現場を渡り歩いてきました。で、そこでいろんな現場において何がこの4つの選択肢のうちどれが選択されがちだったかなっていうと、これが
選択されがちでした。あ、ちなみにスコープを削るのスコープっていうのは開発スコープのことで、ものすごくざっくり言うと機能数のことだと思ってください。機能を減らしてリリースに間に合わせるか、あるいは機能をそのままでリリースを延期するかとか、あとはもう人を増やすかとかで、品質を犠牲にする。ここで品質を犠牲にして、先を急ごうと。品質を犠牲にすれば入るんじゃないの、機能を減らさずに、リリース日も動かさず、人も増やさず、あれやこれやを、品質という名前から連想されるあれやこれや、テストとかドキュメントとかリファクタリングとかリアキテクティングとか、そういったものを犠牲にすることで収まらないかなということを現場で選択しがちだったというふうに思います。はい、じゃあ仮説を立てましょう。品質を犠牲にすればスピードは得られるでしょうか。短期的には得られるんじゃないかなと思いたい。だからこそ選択肢 D が出てくるわけですよね。で、中期的にはこいつがボディーブローのように逆効果になってくるだろうということが、想像できる。で、長期的には品質を犠牲し続けるというのは致命傷になるだろうなというのは、これはまあイメージしやすいところですよね。はい、でもまだまだふわっとしています。品質を犠牲にして先を急ごうって、だいぶざっくりとした話ですよね。目の前に荒ぶる四天王がいて、で、品質を犠牲にして先を急ごうって言ってる人が指している品質は何か。品質ってもっと広い概念でいろんなステークホルダーがいて、で、考えるべきことたくさんある。だから品質を犠牲にしてスピードが出るよって思ってる人の指している品質は何かっていう話、これが疑問その1で、疑問その2、短期的にはスピードが得られるだろう、中期的にはそれが逆効果になっていくだろうというような仮説を立てました。そうするといつ逆効果になり始めるのかなっていうのが気になる。短期的と中期的の境目はどこだろうかというのが気になりますね、という感じです。まず先にこっちからアプローチします。品質犠牲し先を急ごうってだいぶざっくりとした話を言うもんだなっていうところなんですけど、ここで言ってる品質は何だろうか。だいぶ2文字にいろいろなものを凝縮しているはずである。では、品質とは何かというのを皆さんに質問するとどんな答えが返ってくるでしょうか。これだいぶヘビーな質問なんですよね。品質とは何ですか、あなたはどう考えますかって、まあみんなしどろもどろになってしまうと思いますし、僕もしどろもどろになってしまいがちです。だいぶこの2文字に、広い意味が含まれている。じゃあ品質という名のもとで、名指しできる実際の実例インスタンスというのを挙げてみようというので、品質の特性というものを並べてみると今度はこんな感じなんですね。うわ、いっぱいあるなと。しかもこれ、収まらなくてもっといっぱいあります。アクセシビリティ、アダプタビリティ、アドミニストラビリティ、ナチュラリリティがいっぱいなので、日本語で言うと何々性というやつですね。で、これのことをよく、英語ではイリティスと言ったりします。メグレップが得意な人はよく見るとイリティじゃないやつもちょろっと混ざってたりするんですが、まあ、とにかくいっぱいあるって話ですね。で、たくさんのものを一度に目にすると人間思考停止してしまいがちですよね。で、品質は何かって、品質と名のさせるものを全部集めると今度は面で襲ってくる。そうすると一度に収まる人間の短期記憶にもちろん収まらないのでパニック状態になってしまうわけです。で、こういう広くて複雑な世界を理解するために、じゃあ我々どういう作業を行ってきたかっていうと、そこで何らかの視点で広い世界を切り取って、で、複雑で広範な世界っていうのを立体的に理解しようというふうに、することが多いですね。で、そういう、試みのことをモデリングということがあります。品質をモデリングすれば、あの広い複雑な世界っていうのをもうちょっと自分たちの頭の中に入るように立体的に理解できることができるんじゃないか。で、品質をモデリングしようっていうとそれもまた非常に難しい。だからモデリングしたものを探そうという方がどっちかというと建設的ですよね。で、品質モデルっていうのは世の中にいろいろありますが、今日は特別編短いので、ズバリのもの、一番有名なものあるいはおすすめのものを、いつものスライドはもっといろいろあるんですけど、ズバリ持ってくるとこいつです。これは、ISO とか JIS でも、番号がついているスクエアと呼ばれる品質モデルです。ソフトウェアの品質を立体的にモデリングしたもの。ソフトウェアの品質というものはまず大きく2つに分かれます。赤い線が横にピーッと引かれてますね。あれの上と下、利用者目線の視点、利用者視点の品質か開発者視点の品質か、つまりこっちを利用時の品質と言います。実際のソフトウェアを使うお客様に面した品質特性たちの
ことです。でそれに対して赤い線より下、これを製品品質と言います。製品品質は、開発者目線、開発者視点の品質たちっていうのが揃っています。正しさであるとか保守性であるとか可搬性であるとか何とか性、さっきねイリティスたちの中で、お客様に面したそのうまく使える快適性みたいなものとか、まあ、快感性って言ったりとかいろいろするんですけど、あの滑らかに使えるとか安心して使えるとか、そういったやつはよいしょこっち側で、再利用性が高いとか可読性が高いとか、そういった特性がどちらかというとこっち側にあるというようなイメージです。さあ品質がの世界が大きく2つに分かれました。しかもその中2つに分かられたうちのもう片方、製品品質側はさらに2つに分けられます。外部品質と内部品質と言います。で内部品質っていうのは開発チーム自身に影響のある品質のことです。まあコードの可読性とかそういったところが大きいですよね。で外部品質っていうのはお客様の利用時の品質につながる品質、つまりよいしょページを戻すと右側のレーンを見てみましょう。原因と結果の関係になっているというのが分かります。内部品質、高い内部品質を伴うチームが高い外部品質を備えで、高い外部品質が利用時の品質へとつながっていくというような関係になっています。さあ、品質という世界が大きくは3つに分かれました。で3つ全部犠牲にして先を急ごうって言ってるとは考えづらいんですよね。目の前に手ごわい瞬間があってこのままだと間に合わないなっていう時に品質を犠牲にして品質を犠牲にすればいろいろ収まるじゃないかと思っているチームはこの3つの品質のうちどれを犠牲にしてするでしょうかとか、私がいろいろな現場を渡り歩いてきてどれを犠牲にするシーンを見てきたかっていうとこれなんですね。内部品質、なぜか内部品質というのは、受益者な高い内部品質の直接の受益者は開発チーム自身なんですね。内部品質というのがあの保守性とか裁量性とかそういったものも含めた、うまく開発できるために、備えている品質特性たちのことです。で詳しくはどうなるかというのはこの後、もうちょっと、入っていきます。でなぜこいつが犠牲にされがちになるかというと調整コストが低いからです。他の2つの品質たち、外部品質とか利用者の品質を削って先を急ごうとなるとステークホルダーがたくさんいますよね。利用時の快適性を削ってスケジュールに間に合わせましょうとか、安心して使える感じを削って先に急ぎましょうとか言うとたくさんの人とたくさんの調整をしなきゃならない。でも内部品質っていうのは自分たちで作る自分たちのための品質なので、逆を言えば自分たちが我慢すれば自分たちが犠牲になることでスケジュール通りに機能も減らさずできるんだったらそれでいいじゃないかというような判断をいろんな現場でしがちでした。一種の犠牲の精神みたいなやつですね。自分たちが短期的に犠牲になることでスケジュールに収めることができるんじゃないかというふうに目論んできた。だから調整コスト、外部調整コストが低い内部品質の方を削るという判断をしがちだったということで、タイトルに戻り、タイトル質とスピードはトレードオフの関係にあるんじゃないかということをさまざまな現場で、目撃してきましたが、この質っていうのはもうちょっと狭く絞れる。内部品質とスピードはトレードオフの関係にあるというようなところは本当かなっていうところなんですね。で、じゃあその内部品質と呼ばれる品質の世界を大きく3つに分けたうちの1つを全部犠牲にして先を急ごうって考えてるかっていうと、それもちょっと考えすぎで内部品質にもたくさんあるぞって話になるんですよね。で、今日これに関しては、深く入り込むことはしませんが、ソフトウェアの製品品質っていうものはこういった形でスクウェアにおいては、ツリー上で、構成されています。で、人間大体複雑なものを目にするとツリーで理解しようとするんですよね。段階的詳細法みたいな感じで。で、このツリーの中で、品質の名のもとに内部品質の中で犠牲にして先を急ごうというチームが、選択しがちなのはこれだというふうに
考えていますし、いろいろな現場で目撃してきました。保守性を犠牲にすることで奪取力を得ようと。でこの保守性、短期的な受益者、まあ、短中期的にもか、開発チーム自身です。で保守性というのは、5つの、品質複特性がぶら下がっています、スクエアにおいて保守性というのはモジュール性、再利用性、解析性。ここの解析性というのはちょっと言葉難しいですけど、まあ、私たちの現場レベルの言葉で言うと理解容易性と考えるのがいいです。コードとか設計とかの分かりやすさで、修正性、これも、現場の言葉に直すと変更容易性、つまり、いろいろな、要件によってコードが変更しやすいかどうかで、試験性、これはテスタビリティのこと、テスト容易性のことです。対象のソフトウェアがテストしやすい。特にこの下3つ、理解容易性、変更容易性、テスト容易性、この3つを犠牲にしてダッシュしようということを考えがちだなと思っているのが、サクサの現場を見てきた感想です。ということで、ナビ品質とスピードというタイトルはさらに狭く、保守性とスピードというタイトルに絞れそうです。保守性とスピードがトレードオフの関係にあるでしょうかという話ですね。はい。で、じゃあ保守性を犠牲に捧げるとどうなるでしょうか。保守性を犠牲に捧げてダッシュ力を得ようと思っている。でどうなるかっていう と、クリーンアーキテクチャーって本から引用していきましょう。38ページ目にこんなことが書かれています、後でクリーンにすればいいよ、先に市場に出さなければ。開発者はそうやっていつもごまかす。だが後でクリーンにすることはない。市場からのプレッシャーは止まらないからだ。先に市場に出さなければということは、後ろに競合他社が大勢いるということである。競合他社に追い抜かれないためにはこれからも走り続けるしかない。その結果開発者はモードを切り替えることができない。次の機能、また次の機能、またまた次の機能を追加することになり、コードをクリーンにすることまで手が回らない。そして崩壊が始まる。生産性がゼロに近づいていくとあるんですね。後できれいにするというコメントを書いたことある人はどのくらいいますかね、会場で。とか後でやるとか、後でその人たちの中で後で実際にやった人手を挙げてみてください。なかなか上がることは素晴らしいことですよ。でもなかなか上がらないというのが現実なんですよね。後でやるがその後は来ないというのは様々な原因を見てきた。後で保守性を回復するというトゥードゥを積むとその後ではやってこないと、どうなるかというと、まあ、ここから私の知り合いが何人か出てきて、身も蓋もないツイートをするんですが、僕の知り合いのネクラさんはこんなこと言ってます。ウェブ系企業でよく今大事な時期だからスピード優先で行動の質は下げても構わんみたいなのは、会社が存続している限りスピード優先なので、真に受けるとクソコードしか存在しない会社になるから常にちゃんとしたものを書いた方がいいみたいなことになるわけですね。まあ、クソコード、汚い言葉が出てきました。まあもう少しポリティカルコレクトな言葉にすると、それはまあ今言ったように保守性に優れないコードとか認知負荷の高いコードとなるでしょう。で、スピード優先というといつもそれはスピード優先だよって話になるわけですね。で保守性を下げることによるインパクトってどういうものか。結局保守性を下げることのインパクトっていうのは他の人に説明しなきゃいけないんですよね。開発者は体感してるけど他の人にも説明できなきゃいけない。できればビジネスサイドの人とかにも説明しなきゃいけないってなると、結局のところ何かに換算するしかなくて、しかもさらに言えばその結局のところって換算するものって大体2つしかありません。お金か時間かです。に変換しないと伝わらない。で保守性がインパクトを与えるのは時間の方です、まあ、お金もだから結果的にはインパクトがあるわけですが、簡単に言うと保守性が低いと一つ一つの作業に余計な時間がかかる。4週間でできたはずのものが8週間かかり、2週間でできたはずのものが5週間かかりみたいな感じになってくるので、じわじわと生産性が下がり続ける。しかもその後で直すの後がやってこないのが恐ろしいって話なんですね。はい。じゃあ仮説アップデートします、保守性を犠牲にすればスピードは得られるでしょうか。短期的には得られるんじゃないかなってまだ思ってます。中期的には逆効果になりそう。長期的には致命傷になるだろうと。さあここで一泊置きましょう。保守性とスピードがトレードオフであるならば、交換可能であるならば、スピードを落とせば保守性を上げられるはずですよね。もし交換可能でトレードオフであるならば、後できれいにするの後でが来てスピードを落として保守性を上げられるか。でまた私の知り合いが出てきてひどいことを言うんですが、ドリビッツさんがこんなこと言っています。毎度スピード優先だからとか言ってクソコードを投げてくる人に十分な時間を与えたら、果たしていいコードが返ってくるのだろうかというと、経験上十分な時間を与えたから良いコードを返ってくる人はスピード優先でも良いコードを返ってくる。クソコードを返ってくる人は結局クソコードしか返ってこない。残酷すぎるツイートですよね。で残酷すぎるツイートだけども、よく落ち着いて考えてみるとその通りであると。
これが残酷な真実なわけです。保守性に優れないコードを書いてくる人に時間を与えたら保守性に優れるコードを書いてくるかというとそんなことはないわけですよね。というので技術力のある人はある程度急いで作ったとしても一定以上の品質のコードを書くし、意図的に品質を落としたとしても速度はまあ上がらないよ。で逆に技術力が高くない人が時間をかけて作ったとしてもその人の技術力以上の品質のコードは書けませんね、という話になります。ということで、エンジニアリング組織論への招待っていう本の中にもこんなことが書かれています。経営的な要求に合わせて与えられた開発期間から柔軟に汚さと速さを選択するというような企業のゲートはほとんど不可能だと言えます。これは極めて基礎的なところであれば多少はできるかもしれませんが、実際にはソースコードが汚くて遅い人もいれば綺麗で速い人も多くいます。なので1人の開発者の中に2つのモードがあって、その2つのモードを選択的に交換可能であるなんてことはないよという話です。今は急いでるから早いけど将来困りそうなコードを書こうというモードと、今は時間があるから将来を見越したコードを書こうというモードがあって、1人の中でそれが交換可能であるなんてことはありません。つまりトレードオフじゃないじゃないかって話なんですよね。トレードオフだという前提で質とスピードは交換可能である、だから今質を落としてスピードを取ろうみたいな選択をしたら後で交換可能だと思ったら、そんなことは全然なかったという話なんです。でこの誤解自体を、図にしてみましょう。これはワインバーグさんが考えた、ジェラル・ワインバーグさんが考えた因果ループ図といいます。質とスピードが白丸付きの矢印でつながっています。これを負の接続といいます。これは根元が減れば先は増える、根元が増えれば先は増える減るという逆の関係を示しています。質をスピードを下げれば質を下げればスピードを上げることができると思っていた。でスピードを落とせば質を上げることができると思っていた。でも少なくとも後者の方はそうではないぞってことが見えてきたわけですよね。でこの講演のきっかけになったのは、私仕事からさまざまな企業の新人教育とかインターンとかに関わることが多いんですが、そうすると、ソフトウェア開発の経験がないあるいはほとんどない若者たちのほとんどが、質とスピードが交換可能であるという誤解を持ってこの業界に入っていくんですよね。なので今は急いでるので質を落としてスピードを上げますみたいなことを言う。ソフトウェア開発の経験がないのになぜこの2つがトレードオフだと思ってるんだっていうと、その原体験として何らかの、例えば小学校の頃の図画工作かもしれないし書道かもしれないし、何らかの原体験によって質とスピードが交換可能であるというふうに思い込んでやってきて、それが固着していまだにこの2つが交換可能であると思いがちであるという話です。というのでレガシーコードからの脱却という本から引用していきましょう。最高の開発者が一番綺麗好きな開発者であることに気づいたとき私はびっくりした。早いプログラマーは雑なプログラマーだと思ってたからだ。だが実際は正反対だった。私が会った中で最速のプログラマーはコードを扱いやすいように保つことに特に注意を払っていた。コードを書く速さとコードの綺麗さに関連があると認識した後でも、私はその2つの間の因果関係を見つけるのに時間を要した。コードの品質を高く保っていたにもかかわらず速いのではない、コードの品質を高く保っていたからこそ速いのだ。このことを理解したらソフトウェア開発に対する見方が変わったとあります。にもかかわらずではなくてからこそ、図にしてみましょう。コードの品質を犠牲にしたから速いんじゃなくて、コードの質を高く保っていたからこそ速い。矢印の種類が線の、白丸付きではなくて普通の線の矢印になりました。これを正の接続と言います。根元が増えれば先も増える、根元が減れば先も減るという関係、保守性を上げるからスピードを上げることができるという関係の方が正しい接続であろうという形になってくるわけですね。じゃあ逆向きの接続はどうかな、スピードから質への影響はどうだろうかと。こっち側、スピードを下げれば質を上げられると思っていた、でもそうでもなかった。スピードが上がると質はどうなるとか、そのあたりの話ですよね。でこれも私の知り合いの、黒田さんのブログから引用していきましょう。品質は悪いと基本的に手戻りを生むので速度に跳ね返る。手戻っている時間は学びを生まない時間である。ここでいう学びっていうのは仮説検証のことですね。で品質を下げるという判断は学びの速度低下を許容するということ。だから従来の鉄板だと誤解されていた品質を捨てて速度を上げようというのは、品質が劣化すれば手戻りが発生するだけで結局はリードタイムの増加に跳ね返るのでやめましょうという話になります。なぜリードタイムの増加に跳ね返るのをとまずいのか。現代のソフトウェア開発っていうのは
仮説検証を回すスピードによって競争力を得る時代だからですよね。決められたものを決められた時までに破綻なく作れば良いソフトウェアができるかというと、そんなことはないということが分かりました。何が必要なのか、どういうソフトウェアが望まれているのかとか、どういうソフトウェアが競争力があるのかとか、そういったものを探しながら、考えながら、調べながら動くゴールを追いかけていくというのが現代のソフトウェア開発です。なのでスピードが落ちると、開発スピードが落ちると仮説検証のプロセスが回らず、そうすると正しい問いを立てて正しい解を得るためのインプットがやってこなくなるんですよね。基本的に現代のソフトウェア開発って、自分たちが最初に考えたものは基本的に間違ってるという前提に立たないと、そもそもいいものはできないことが多いです。最初に考えたものとか最初にリリースしたものは大体間違ってる。そこからどうやって改善を回していくかとか、学びを回していくかっていうのが大事なので、学びのスピードを落とすと、それだけ良いソフトウェアは作れなくなってしまうという感じになるので、本当の関係はどうなるかというと、どっちも性の接続でつながってるじゃないかって話なんですよね。質とスピードっていうのはどちらも互いに高め合うか互いに低め合うかという関係です。スピードを落とせば質も落ちる、質が落ちればスピードも落ちる、質が上がればスピードが上がる、スピードが上がればソフトウェアにインプットが、チームにインプットがたくさんやってきて、正しい問いを立て正しい解を得る可能性が高まってくるというので、ですね、エヴァン・プリストリーさんという方がこんなことを言っています。この人は、Facebook の伝説的なプログラマーです。質 VS スピードという二律背反の関係は局所的なものでしかない。局所的には成り立つよって言ってるんですよね、エヴァンさんも。で、帯域的には片方を犠牲にした場合、知らぬうちにもう一つも犠牲にしているということを忘れなくと。質を犠牲にしたら知らぬうちにスピードも犠牲になっている。スピードを犠牲にしたら知らぬうちに、質も犠牲になっているって話ですね。というところです。で、こういった私が2019年から喋ってくる講演っていうのを1枚の絵で示した本っていうのが出てきたのを最近発見しました。インフラストラクチャーズコードという本の第2版、第1版は翻訳されてて、第2版は今どうなんだろう、翻訳されてるのかどうかちょっとわからないんですけど、まだこれは要所でしかないんですけど、ここにですね、非常に残酷な4証言がありました。ハイクオリティ、ロークオリティ、質が高い、低い、スピードが速い、遅いの4証言で、スピードよりも、質よりもスピードを優先しよう、今はスピード優先だから大事な時期だからっていうと、こうなんか矢印があるんですが、あれはドラゴンクエストの、ね、出てくる滑る床みたいなもんだと思ってください。あるいはポケモンの秘密基地にあるあの滑り床だと思ってください。質よりもスピード優先しようっていうと、滑り床でツルツルっと落ちて落とし穴に落ちていく。落とし穴の先には何て名前がついてるかって、フラジャイルメス、どう訳そうかなって話なんです。壊れやすいゴミみたいな話ですね、ひどく訳すと。で、じゃあスピードよりも質を優先しよう、つまりしっかり考えてゆっくりいいものを作ればいいんじゃないかっていうと、ゆっくりしても仮説検証が回らなかったですよね。ゆっくり作っても間違いは間違いなんですよね。なので結果的には、壊れやすいゴミのようなソフトウェアになってしまう。だからプライオリタイズスピード&クオリティ、質とスピードはどちらも尊重しないといけないっていうのが答えになって、一枚絵で示すと、つまりこれだって話なわけですね。はい、ということで、疑問で言うと、ここで言う品質を犠牲して先を急ごうっていう時の、品質とは何だろうかの話は、ソフトウェアの品質をスクエアのモデルで言うと、大きく利用時の品質を製品品質で分けると、製品品質の中の2つに分かれたうちの内部品質の中の、いろいろ分かれた中の保守性という品質特性を犠牲にして奪取力を得ようと思ったけど、そうでもないなってことが分かってきたという感じです。で、次に短期的と中期的の境目っていうのは、これさらっといきますね。短期的にはスピードが得られるだろう、それでも、保守性を犠牲にすれば。でも中期的にはそれが逆効果になってくるだろう、損益分岐点が知りたい。内部品質への投資に対する損益分岐点でよくよく議論になるのが、テストの自動化ですよね。で、テストの自動化というのは、先ほどの保守性の品質副特性でいうと、もちろんテスト容易性と、あと変更容易性、この2つに深く関わっています。だからその2つを挙げるための投資としてのテストの自動化、これが何回で
ペイするようになるかっていろんな調査があるんですけど、おおむねいろんな調査が3回と4回の間を指し示しています。まあ、具体例で言うとエクスペリエンシャルテストオートメーションという本から引用してくるんですが、他の研究でも大体似たような傾向で出て、およそ4回で手動テストと自動化されたテストのコストが逆転し再逆転することはないというような形です。まあ、自動化されているので、実行コストは非常に低い。最初学習コストとか自動化コストはかかるんだけど、逆転すると再逆転はないよという話なわけですね。はい、で4回つまり、手と目でテストしたら、もう赤字領域に入っているというような感じです。じゃあ設計に関してはどうだろうかとか、リファクタリングとかドキュメンテーションとかリアーキテクティングとか、そのあたりはどうだろうか、いつ逆転するのか、およそ4回っていつ頃来るのとか、あるいは、ちゃんあのしっかり内部設計、内部品質に対して投資したものと外部品質、内部品質に投資せずダッシュを続けたものがウサギとカメのように逆転するっていうのは分かってるんだけど、そのカメがウサギを逆転するのはいつか、これが短期的と中期的の境目ですよね。でいつかが気になるっていうので、いろいろな調査がいろいろあるというか、なかなか明言する人は少ないんですけど、ある程度明言する人出てきまして、この人はマーティン・ファーラーさん、有名なコンサルタントですね。リファクタリングという本を書いたことでも有名です。でファーラーさんが Is Quality Worth Cost という文章の中で、この青い線というのが、高い内部品質を備えた、プロダクトで、茶色の線が低い内部品質を備えたプロダクトが逆転する、ウサギとカメのように逆転するのは分かってて、これが3年後とかになると、3年後の誰かのためにテストを自動化しようとか、3年後の誰かのためにリファクタリングしようとか、そういう話になりがちなんですよね。そうすると3年後このプロジェクトあるかどうか分かんないし、自分もこの会社いるかどうか分からないしみたいな話で、そうするとどうしても熱意とかプロ意識とかプライドとか道徳とか、そのプロのプログラマーなんだからテストをかけみたいな、そういう話になってしまいがちなんですよね。なんだけどファウラーさんは交差するポイントが1ヶ月以内というふうに言っています。1ヶ月以内ってなると話が変わってくるんですよね。1ヶ月以内って自分は多分この会社にいるし、このプロジェクトにいるしみたいな話になる。で、内部品質の受益者および被害者は開発チーム自身でした。つまり、内部品質を削って保守性を削ってスピードを得ようという判断は自分ごとなんですよね。1ヶ月以内に現れるということは、1ヶ月以内、1ヶ月後の自分のためにテストを自動化しておいた方が楽だし得であるという話。つまり、プライドとか道徳とかプロ意識とかそういう話じゃなくて、損得とか苦楽の話なんです。これはで損得とか苦楽の話になると、大勢の人がもっと腹落ち感を持ってこの話に乗ってきてくれるわけですね。だから最新の手法だとどうだっていうか話じゃなくて、損得の話、苦楽の話なんです。というので、じゃあ保守性を犠牲にすればスピードは得られるでしょうか。短期的には得られるかもしれないですね。これはさすがに諸説ありですけど、短期的にすら得られないって言い切るボブおじさんみたいな人もいるけど、まあおおむね短期的には得られるでしょう。でもこれは1ヶ月以内には逆効果になってくる。で1ヶ月以内っていうことは、つまり自分ごとである、損得とか苦楽の話であるって話で、長期的には致命傷になるでしょうねという感じになる。でこういう話を、いろんな会場で話をしてくると、結果的に自社の製品開発の意思決定に反映される方っていうのも出てきました。で、事例としてはキャディ株式会社様、製造業スタートアップの会社ですね、のプロダクトマネージャーの笹口さんという方がこんな形の講演してました。リファクタリング用のリソースを純増したわけではない、スプリント内の 20-30% を投資すると決めた。スプリントって言ってるから多分スクラムをやってるんですね。だから週のうち1日はリファクタリング、つまり、理解や保守が容易になるように、保守性を上げていく、行動をきれいにするとか、ドキュメントを書くとか、テストを自動化するとか、そういったものを含めた内部品質の向上にかける。最初はベロシティが落ちた。ベロシティはまあ簡単に言うと開発スピードです。ベロシティが落ちたが、1日1ヶ月経った頃には明確にデリバリー速度が高まった。例を挙げると1ヶ月かかると言われていた規模の開発が5日で終わるようになったと。でこれはたまたま参加したイベントで TWADA さんの質素スピードに関する講演を聞き、もともと悩んでいたポイントだったので吹っ切ることができたと。ありがとうございますって感じで、このキャディ株式会社さんと私取引は全くないんですけど、でもお役に立ったみたいな、そんな感じですね。はい、ということで、じゃあ、冒頭の問いに戻りましょう。あらゆる四天王が目の前にいます。で4択問題があります。これはこのままでは間に合わないなというところ。与えられた時間に対してやるべきことが多すぎる場合どうするべきか、4択です。この4択問題、実は正解2つ、不正解2つです。
で、明らかな不正解、一つは選択肢 D、 品質を犠牲にするっていうのは正解ではないっていうのはこの時間でずっと喋ってきたことです。もう一つ明らかに不正解のものがあります。それは何かというと選択肢 B ですね。人を増やしてスピードを上げることはほぼできません、よほど工夫しないとできないっていうことはずっと昔人月の神話という古典中の古典が出てきた時から知られています。人を増やして生産性を上げるためには組織構造とアーキテクチャ構造をよほど工夫しないと達成できません。で、正解は2つ A と C です。スコープを削る、機能を削ってリリースをそのままに、リリース日はそのままにするか、あるいは、機能はそのままに維持してリリース日を延期するか、どちらも正解で、選ぶ権利はプロダクトオーナー、ビジネスオーナーにありますが、推奨おすすめはこっち、スコープを削る方、機能を削って、リリース感覚はそのままに。なぜかっていうと C、 リリース日を延期して、当たるやつ時間に対してやるべきことが多すぎるっていう時にリリース日を延期して、でそのリリース日にリリースできるかっていうと怪しいもんですよね、リスケが癖になるみたいな感じよくありがちです。でもう一つ、見積もり精度がブレブレになっていきます。リリースを伸ばし続けると、どのくらいの時間でどのくらいのことをこのチームはできるかというのをがブレブレになってしまう。それよりは一定期間を設けて、その期間の中で自分たちはどれぐらいの機能を作れるのかというのを残酷に厳格に測り続ける方が自分たちの見積もり精度を上げることにつながるので、おすすめはスコープを削るの方です。というのでアラブル四天王はスコープを削れという話になります。はい、ということで、私の講演は、ひとまずはこれで終わりです。これが最後のページです。この後 Q&A に入ります。品質とスピードはトレードオフの関係にあるっていうのはいつからですかね。これは答えのない問いなんですけど、なんか幼い頃から我々の原体験として染みついた誤解に満ちたモデルです。少なくともソフトウェアにおいてはこれは成り立ちません。例えば工芸品とかだと成り立つっていうのもあると思うんですよ。なんだけどソフトウェアはそうではない。でその品質の名のもとに犠牲にされるのは内部品質の特に保守性ですが、保守性を高めればスピードは上がるし、保守性を落とせばスピードは下がります。でスピードを落としても補正は上がらないし、スピードを落とすとそもそも仮説検証が回らず競争力のあるソフトウェアを作れなくなってしまいます。だからゆっくりいいものを作ろうっていうのも間違いなんですね。はい、でそういった内部品質の投資の損益分岐点は意外と早く1ヶ月以内にやってきます。で1ヶ月以内ということは受益者は自分たち自身だから、道徳とかプライドとかプロ意識とかの話じゃなくて損得とか苦楽の話ですという形です。はい、ということで、私の講演は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうも和田さんありがとうございます。素晴らしい講演でした。で、ツイッターにもいくつかご質問いただいているので、はい、ここからはですね Q&A ということでいろいろと質問させていただきたいと思います。はい、じゃあまず最初に事前にいただいている質問の方からですね、いくつかお答えいただければと思います。まず最初の質問なんですけれども、先ほどスピードと質がトレードオフでないなら、スピードおよび質とは何がトレードオフなんでしょうかという質問をいただいていますが、いかがでしょうか。はい、じゃあそれは実際にこれ事前にいただいたので、はい、資料を作ってきましたので、そうですね、ちょっと画面を切り替えていただいてもよろしいでしょうか。いますということで、はい、これですね、スピードと質がトレードオフでないというのは喋ってきました。35分間。じゃあスピードおよび質は何とトレードオフなんでしょうかという話で、まずその前段として、質とスピードはトレードオフじゃないよというのを私は壇上で言ってきたんですけど、統計的に明らかな事実というか、私が壇上で言ってるだけじゃなくて世の中的にスピードと質はトレードオフではないというのが、分かってきていますというのは、いろんな調査で分かってきているの でこの、どういう、調査においてトレードオフでないって分かってきてるかっていうと、もうこれ今日も多分何度も出てくるんですけど、リンとデボプスの科学っていう本の背景にあるステートオブデボプスリサーチという調査によって年々ずっと調べ続けられています。で、現代における質とスピードのメトリックスって4つの4キース、リードタイム、デプロイ頻度、MTTR 変更失敗率で4つあって、でリードタイムっていうのは書いたコードとかアイデアとかが世の中に出ていくまでの時間の長さのこと、デプロイ頻度っていうのは自分たちが作ったコードが本番環境に配備されていく頻度、月に1回とか週に1回とかで、 MTTR っていうのは
不具合が出てからその不具合が収束するまでの時間の平均で、従来質のメトリックスって MTBF Mean Time Between Failure が多かったんですよね。ソフトウェアの質の高さっていうのは不具合が出てから別の不具合が出るまでの時間の長さがソフトウェアの質の高さであるというふうに考えられていました。つまりまあざっくりと不具合が少ないほど質が高いって話ですよね。でもそうすると現代のソフトウェアに必要なスピードが得られない、スピードが得られないと仮説検証が回らなくて、仮説検証が回らないと結果的に質に対して悪いフィードバックがあるって話になる。なので、クオリティっていうのは質というのは、常に高めを維持するし、テストで測る、テストだけで測るものではないって時代になったんですよね。テストがプロセスの最後の方にあって、テストを通過すれば質は高いとみなすっていうような時代もあったんですけど、そうじゃなくて今は常に開発して常にデプロイしてっていう時代なので、不具合が出たとしても即時見つかって即治るのであれば質は高いとみなそうっていう MTTR っていう、メトリックスにシフトしました。これによってスピードと質っていうのは共に高められるということが、つまり質というのはテストで測るんじゃなくて全体で保つ、だから、自動デプロイの仕組みとか自動ロールバックの仕組み、オブザバビリティの仕組み、運用監視の仕組み、不具合があったらすぐに見つけられる、でどこに原因があるかすぐに分かる、で原因を究明するためのテストがすぐにある、で即ロールバックしてから原因究明してフィックスしてっていうので、短くしていくっていうのが質のソフトウェアの質の高さである、それがチームの質の高さでもあるっていう時代になってきた。質っていうのはテストで測るんじゃなくて全部ソフトウェア開発のプロセスとか仕組みとか全体で保つものであるっていう時代になったっていうのが大きいんですよね。でこれ調査があって、でこの辺はざざっといきますけど、まあ3万2000件の回答っていうのをクラスター分析してみると、スピードが速い、リードタイムとデプロイ頻度がスピードのメトリックスです。で MTTR と変更失敗率、変更失敗率っていうのは何らかの理由によってデプロイしたものがバグがあったとかでロールバックされていく率のことですね。で、エリートクラスター、つまり競争力の高い、ソフトウェア開発力の高い企業群はスピードが速く質も高い、でローパフォーマー、ソフトウェアの競争力に優れない企業群はスピードが遅く質も低いというような結果が出てきている。だから品質とスピードっていうのはトレードオフの関係ではないっていうのはここからも年々の調査からずっと分かっていて、しかもこの、差が開いてるんですよね、でかつこの調査の恐ろしいところはこの、ソフトウェアの開発力がそのまま企業の業績に対して因果関係があるということを示しているのが恐ろしいところで、ローパフォーマーの企業群に比べてエリートパフォーマーの、企業群の方が市場占有率とか顧客満足度、株価、従業員満足度、それらの、スコアにおいて倍以上の、差がついているというような形になっている。つまりソフトウェアの開発力と企業の業績というのは因果関係があるというのが分かり、かつその差がどん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 開き続けている。この都市においては106倍、リードタイム106倍、デプロイ頻度208倍みたいな感じの差がついていて、この調査が続いていて、2021年においてはエリートクラスのリードタイムがぐっと短くなった結果、こんな差がついていると。6570倍のスピードの差がつくみたいな感じになってるんですよね。で、これが単なる開発力ではなくて、実際に今ソフトウェアというのは企業の、活動のもうコアになってますよね。ハードウェアのおまけではありませんから、そのまま業績に連動しているという形になる。で、そうすると、今の、State of DevOps Research においてもスピードと質はトレードオフではない、でかつ年々差が開き続けているというふうに分かりました。じゃあスピードおよび質っていうのは何とトレードオフなのかって話になってますね。スピードと質はトレードオフではないので、で、初演以来いろんなところで、議論、しました。でいろんな意見いただきました。で一番大きいのが教育なんですよね。スピードを上げるのに有効なのが教育をなくすことだと思ってて、ベテランが寄ってたかって開発すれば早くリリースできるけど、若者が育つ機会が失われて組織としては死んでいくととか、あるいは、学習とか調査にかける時間を減らすことに効果はないのかって話になってくる。つまりスピードと質はトレードオフではないので、それをマックスにするにはどうするかっていうと、教育の必要のないベテランを集めて、で技術を固定して、でモノカルチャーなチームにして、例えば男性だけのチームにしてみたいな形で、
やっていくことによって一番質とスピードを保つことはできるけど、そういう組織が長続きするかっていうと当然長続きはしないわけですよね。企業活動として永続化していくためには、つまりトレードオフがどこにあったかっていうと、成長とか教育とか調査というのが質およびスピードとトレードオフの関係になってる。でこれは本当にトレードオフで、だからこの間でバランスを取らなきゃいけないんですよね、という判断が各企業に求められる。なのでメンバーの成長とその成長のために必要なフィードバックや学習の時間っていうのが、品質とスピードのトレードオフの議論をするときに本当にトレードオフになっているものはそれだという話になるわけです。で、じゃあどうやってその教育をしていこうかって話なんですけど、もちろんその新人教育とかで、年々やっていこうとかいろいろな取り組みがあるんですけど、一つ、ヒントになるのが、ですね、そういったあの内部品質に投資しようとか質とスピードというのはトレードオフでないと理解して、で、じゃあ共に高めていこうというような文化がうちにはないからそういう取り組みができないんですというふうに思う人も多いです、うん、で、例えばそういう話が通りにくいとかそういう文化がないとか、そういう技術者文化がそもそもないんですみたいな話なんですけど、文化 が技術に影響を与えると、こういう文化があるからこういう技術、こういう技術、こういう技術者文化があるからこういう、技術を選択することがうちはできるようになったんですみたいな順番かなと思ったらそうでもない。技術が文化に影響を与えるということも分かってきたんですね。で、これは皆さんも実は経験あるんじゃないかと思います。いろんなツールを、新しいツールを使い始めたらそのツールを使うことによって考え方が自分の中に流れ込んでくるとか、これ使ってみたらなるほどこれはいいものだなというのでチームの空気感が変わってきたとかありますよね。っていうので組織文化に、技術の方から影響を与えるってことができて、でこれも、ステートオブデブスリサーチのサイトにあるんですけど、この真ん中にあるのがカルチャー&ワークインバイロメント、つまり文化のところです。文化に影響を与える線、矢印っていうのが集まってて、これもうちょっ と、これ島田さんのスライドを借りてやる と、文化風土に対して影響を与える向きの矢印っていうのが技術プラクティスからも伸びてるんですよね、うんうん、だって、文化風土に、デボプスとか継続的デリバリーとかそういった、技術一つ一つをできるところから採用していくことによってむしろ文化が変わっていく。だから文化がないから技術が採用できないじゃなくて、技術をできるところから採用すると文化が変わっていくというような向き、改革の向きがあるんだよという話になっていくんですね。というのでこの技術を得ることによって文化とかいろんなところに影響を与えていく。でそれらのじゃあ技術っていうのがこれらケイパビリティですね、継続的デリバリーを支える技術的プラクティスという話になります。テストの自動化とかデプライの自動化いろいろあるので全部ドンとやるとまたいっぱいあって大変って話になってしまうので、こういった技術そのものをこれから取り入れようと、で取り入れて文化をにいい影響を与えてだん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 改善の、足がかりにしようと思われている方には私は、レバレッジの効く技術をお勧めしています。レバレッジの効くっていうのは誰かが頑張ればその他全員が受益者になるような技術にまず投資するってことをお勧めしています。例えばテストの自動化ってみんな勉強しないとなかなかうまくいかないんですよね。それに対してデプロイの自動化って誰かがデプロイの仕組みを自動化すれば他の人も受益者になるんですよね。他の人は努力せずとも受益者になる。で努力せずとも受益者になる、他の人が手動でデプロイしてたのが他の人も自動でデプロイできるようになると何が生まれるかっていうと時間が生まれるんですよね。で時間が生まれれば他のツールを使うとか学習とかに投資をすることができる。なので、技術から文化に影響を与えるときに一番最初に、どれからやっていくかって結構いろいろある。で難易度もいろいろあるし影響度もいろいろあるんですけどレバレッジです。とにかく誰かが思い立った人が頑張れば他の人の全員の時間を作れるような技術に投資すると余力が生まれるので、余力が生まれれば良いループが回り始める。逆に言えば現場でどう自利品になっていくかっていうと余裕がないから余裕のない選択をしてさらに余裕がなくなっていくっていう選択なんですよね。っていうので誰かが頑張ればみんなの時間を作れるような技術にまず初期は集中的に選んで投資していきましょうっていうのがおすすめのラインです。
はい、ということでこれが言わん終わりです、はい、ありがとうございます。まあ結局その質とスピードはトレードオフではないけども、まあ、人の育成とか、そうですね、まあそのまあ、やっぱりソフトウェアは人が作っているものなので、 そこに投資することは必要だということですね。そうですね、なので人に投資、はい、でみんなに学んでもらうっていうよりはみんなが学ぶ余力を作るとか時間を作るっていうところで、やらなきゃ、俺がやらなきゃって思った人、自分がやらなきゃって思った人がインパクトを残せるような、他の人の、スラック、その揺らぎっていうか余裕を作れるような技術っていうのが、うんうん、特に初期は大事だと思います。なるほど、すごい大切なことですね。じゃあ次の質問に行きたいと思います。ちょっとスライドを切り替えていただいてよろしいでしょうか。はい、次これですね。うちの会社業務ソフトウェアは特殊なので今日の議論は当てはまらないんじゃないでしょうかとかですね、これはいかがでしょうか。ありますね、はい、でこれも、私の講演をしている中でもよくいただく反応ですし、さまざまな議論です。といってもうちは特殊なんでっていうことはよく聞きますよね、うん、でこれに関しても、事前にいただいたので、はい、資料をちょっと作っているのでちょっとだけよいしょ入ってきます。なのでうちの会社業務ソフトウェアは特殊なのでこの議論は当てはまらないのではないでしょうか。でこれもですね、さっきの調査にですね残酷な結果が出てるんですね、関係ありませんと、うちは特殊なのでどうこうではなかった。例えば3万件ぐらいの調査ってさまざまな業界に対して調査してるので、例えば組み込みソフトウェアの部門だとスピードとかは明らかに下がる傾向にあるんじゃないかなとか、じゃあ公共系システムはどうだとか医療系はどうだろうかとかいろいろあるわけですね。でうちはいやそうじゃないんだよ特殊だからみたいな感じになるんですけど、でこの調査自体も、この調査をした、人たちも予測はしていたらしいんですね。つまり SOE のシステムと SOR のシステムだとそのチームのパフォーマンス特性は違うだろうと思っていた、違わなかったって話なんですね、関係ありませんでした。むしろ2つの要素っていうのが、はい、関係がありましたので、さまざまな業種でさまざまな規模の会社から調査をしてきたんですけども、業種とかはあんまり関係ありませんでした。規模もあまり関係ありませんでした、2つの特性が、質とスピードに関して、強い影響を与えていました。その2つの特性は何かっていうとテスト容易性とデプロイ容易性、うん、この2つです、テストの大半を統合環境を必要とせずに実施できる、まあ、統合環境っていうのは本番環境相当のテスト環境だと思ってください。でテストの大半をそういった本番環境を使わなくとも実施できる、つまりユニットテストとかインテグレーションテストとか例えばエンドツーエンドテストが本番環境を使ったテストだとするとそれ以外のテストで大半を占めているという企業、これが優位にパフォーマンスが高い、つまりエリートクラスターとかハイパフォーマークラスターに入る。もう一つアプリケーションをそれが依存する他のアプリケーションやサービスからは独立した形でデプロイまたはリリースできる、他のチームのデプロイとかリリースとかとは独立して自分のペースで本番環境にデプロイできる、この2つのアーキテクチャ特性を持っていたチームは組み込み系だろうと医療系だろうとパフォーマンスが高い、でそれがそのまま企業の業績に対して因果関係があるというようなことが分かってるんですね。例えば、私はこの講演自体をこういう Q&A も製造業の会社とかでもやったりするんですけど、そうするとハードウェアはみたいな話なんだけど、まあ、テスラはガンガンいってんすよねって話なんですよね。テスラは1日60個以上の新製品新しい部品がリリースされてガンガン入れ替わってるっていうのを、ハードウェアとソフトウェアっていうのをもう一体化するレベルで、イテレーションを回しています。なので、例えば、普通部品の変更に2年から7年かかるところをテスラでは例えばさまざまなバラバラの部品に関して2日で変更する、ハードもソフトもというような感じなんですよね。でそういうのは、車自体の構造もソフトウェアの構造も、アーキテクチャが入れ替え可能な、つまり、まあ、簡単に言うとプラグインアーキテクチャみたいな形になってる、つまりソフトウェアの構造ハードウェアの構造、それがどん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 仮説検証を回しながらバラバラに独立して開発してバラバラにデプロイというのはつまり車にガッチャンコすることですね、できるというような構造になっているのは同じって話なんですよね。例えばソフトウェアでは
語符のパターンにアダプターパターンってやつがありますよね、うん、口金のところを同じ規格にしていくことによって別のものであっても、いろいろな形でプラグインしていくっていうのがハードウェアでもソフトウェアでも、できるよというのをテスラは証明しているって感じです。で、逆にローパフォーマーとなる傾向が強い、要素、ハイパフォーマーとなる傾向が強いのはテスト容易性とデプロイ容易性でした、うん、じゃあローパフォーマーとなる傾向が強い、つまり質もスピードも落ちる傾向が強かった調査に対する回答というのはどういうものかというと、これが残酷な現実で、構築中のソフトウェアあるいは利用する必要のある一部のサービスは他社外部委託先などが開発したカスタムソフトウェアであるという回答をした企業はローパフォーマーに陥りがちであるという厳しい現実が出ています、うん、で、まあ、よく考えてみるとそれはそうだよねって話ですよね。内製と外部委託ではスピード感違いすぎる、でスピードと質は連動するわけですから同じ方向性に行ってくるわけですね、はい、っていうので、ソフトウェアデリバリーのパフォーマンスとか企業のパフォーマンスっていうのは、実施組織の事業にとって戦略上重要なソフトウェアっていうのを、自分たちで開発することの大事さっていうのを調査しています。だから、ソフトウェアが自分たちの中核であると位置づけずに外部委託すると、優位にパフォーマンスが落ちていく、結果的に回り回って従事者の業績にも、つまり競争力のあるソフトウェアは作れなくなっていくというような話になるわけですね。はい、はい、ありがとうございます、まだちょっと事前質問あるんですが、ここで一つですね、はい、ツイッターでつぶやいていただいた質問を、分かりました、はい、出そうかと思います、先ほど のテスト自動化の損益分岐点の回数の話についてなんですが、はいはい、その単位はどのタイミングの実行回数でしょうかということで、リリース向けの全ケース実行か実行中の実装中の実行も含めた回数も含めた回数でしょうかということですね。ですね、多分手動と自動で動かすタイミングが異なるので、その意味ですと、どちらも当てはまる、テストの実行に対して当てはまるので、網羅的に全部やるのが4回でどうこうではなくて、その個別のテストであっても個別のテストの自動実行と個別のテストの手動実行に関して損益分岐点といえば大体3回と4回の間に収まると、うんうん、つまり、網羅的にやるのであっても、個別にやるのであってもコスト感とその損益分岐点のカーブ自体はそんなには変わらない、うん、変わらないということですね。ありがとうございます。でもう一つですね、はい、先ほど、まあ、1ヶ月ぐらいで、まあ、効果が得られるというようなお話の中で、はい、1、2ヶ月で効果が得られると分かっていても投資に踏み切るのが難しいように思います、うん、投資に踏み切るための準備プラクティスはないでしょうかというご質問。投資に踏み切るための準備、はい、ですね、これも QA 用意してくればよかったんですけど、ですね、投資に踏み切るための準備、2つあります、その意味だと正面突破しに行く、説得しに行くという話と、うん、あと、内部品質の話なので受益者も被害者も自分たちなので、こっそりやればよいという話もあるんですよね。つまり自分たちで余力を作って、うん、で、自分たちで、改善していくという話もあるんですけど、投資を得るためには正面突破しに行かなきゃいけなくて、で予算を得るとかそういった話になってくると、で予算を得るときに、どうやって上を説得するかみたいな話になってくるんですけど、さっき言ったようにお金あるいは時間に換算する、うん、あるいは、日本においてはこれ日本においてはこれ自虐も含まれるんですけど、その日本人に刺さる言葉ってどういう言葉かっていう と、もうみんなやってますよっていう言葉が一番刺さるんですね。よくも悪くも、日本人に一番、ヒットする、うん、でもうみんなやってますよっていうのはちょっとだいぶ偽薬的な表現ですけど、表現を変えれば、日本っていうのはすごく事例主義だということです、うんうん、逆に言えば事例を使用すれば、説得できる確率っていうのが高まっていくんですよね。つまり判断を外部に委ねる傾向が強いのであれば、内部品質への投資というものが実際に、このくらいでカーブするよとか、その投資自体が、どういったそういった判断が他社においてどういった結果になっているっていうのを、最近はさっきのキャディ株式会社さんもそうですし、ステートオブデベロップスリサーチもそうですけど、いろいろ公開されて論文もちなみに出てたりしますので、事例を集めると意外と結構いろいろ集まります。それを、意思決定層の人に向けて、
整理整頓して事例推しで伝えると。で、世の中的にはもうこういうことになってますロジックで進めるというのが、まあ、ちょっとやや勝率の上がるやり方ですという感じです。ありがとうございます。ちょっともう残り時間が少なくなってきたので、はい、一つ飛ばして最後 の事前質問の方に入りたいと思いますが、はい、ちょっとスクリーン出していただけますか。すみません、4つ目の質問ですね。コードの質、設計の質を判断する力はどうつければよいでしょうかという、はいはい、これも難しいんですよね。 ではちょっと、資料を移していただければと思います。はい、で結果的に、質とスピードってトレードオフじゃなくて、質とスピードは連動して、それらは、エンジニアの能力というもの、つまり、設計の質を判断する力に依存するじゃないか。で、ソフトウェアエンジニアの競争力っていうのは設計の判断力です。でその判断力をどう磨くかっていうと、身も蓋もないことを言うと、身も蓋もないことを言うと自分で経験することです。つまり、設計判断力っていうのは、答え合わせの数です。で答え合わせの数っていうのは、自分が行った意思決定がどういう結果になったかっていうのを自分で目撃する回数です。それによって、ソフトウェアの、エンジニアの判断力というのは磨かれます。なのでさっきの Facebook の伝説のプログラマーエヴァン・プリストリンさんはこんなことを言っていますと、ソフトウェア開発に最初から最後まで関わるという経験、これが大事。つまり、最初から関わり最後まで関わる、どこかのソフトウェア開発のライフサイクルのどこかだけ関わるっていうと、結果的に自分の行った判断を自分は目撃せずに、あるいは自分はしっぺ返しを受けずに去ってしまうと、結果答え合わせができないので設計の判断力って上がらない。だから設計だけするとか実装だけするとかメインテナンスだけするだけだと力は伸びにくいっていう話なんですよね。なので、最初から最後までかかる。それによってプロジェクト開始の時のダメなデザインのしっぺ返しを受ける。だから作りすぎオーバーエンジニアリングとか、やらなさすぎアンダーエンジニアリングのしっぺ返しを自分の血を流すことによって、だん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 ちょうどいいデザインっていうのが、判断力として自分の中に磨かれるようになる。なので一番厄介なスキルっていうのはシステムを設計するための判断力で、で、限りなくシンプルなデザインっていうのは、経験を重ねて覚えるものである。でもそれだとそうですよね、判断力っていうのはとっても大事で、で判断力をつける一番の方法は自分で設計したシステムを長い間メンテナンスすることであるということ。でもこれはちょっと身も蓋もなさすぎますよねって話なので、これが、その意味だと王道です。急がば回れ。だけどこれをみんながやるのを待ってるわけにはいかないので、もう少し、自分が設計して、で自分が返り血を、返り血じゃないな、自分が血を流すという経験をもっと人工的に繰り返す、答え合わせの回数を人工的に作り上げることによって、自社の設計判断力を上げていこうって話になるので、そうすると、まあ、研修やろうって話なんですよね。で研修も、ですね、これはサイゲームズさんでやった社内研修なんですけど、自分たちの行動を自分たちで改善するとか、自分たちで設計を行ったものを自分たちで改善するという経験を、繰り返していく、行っていくというような場を作ることによって、答え合わせの回数を上げていこうというのを、いろんな会社で研修としてやったりしていますと。だから、コントロールされた失敗ってやつですね。コントロールされた失敗を、機会を作ることによって設計判断力っていうのを全社的に上げていこうというような試みが、さっきの、強いプログラマーは一人でに育つっていうのを待ってるわけにはいかないよっていうので、もっと血を流す場っていうのをみんなで作りましょう、コントロールされた失敗の場を作っていきましょうという形で、社内研修みたいな形で設計していくっていうのがおすすめだったりします。自分たちの行動を題材にしてやるっていうのがおすすめです。はい、ありがとうございます。もっといろいろお話を伺いたいところなんですが、時間になってしまいましたので、はい、本日は素晴らしい講演ありがとうございました。皆さん、和田さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます、はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。で、さてここでですね、皆様にスポンサーのご紹介をしたいと思います。今年のデブデーですね、プラチナスポンサーの NVIDIA 様をはじめ、こちらにご覧のですねスポンサー様にご協賛をいただいております。この場をお借りしてですね協賛のお礼を申し上げたいと思います。
で特に NVIDIA さんにつきましてはですね、今年3月にですね Amazon EC2 P5 インスタンスでの NVIDIA のホッパー GPU の最適化ですね、こちらについての発表もさせていただいております。特に大規模な言語モデル、まあ、今流行りの LLM の構築ですとか生成 AI の学習にこの NVIDIA の最新の GPU をご利用いただくことができます。でお昼休み明けのですね12時45分から NVIDIA によるセッションもございますので、お昼休み明けのセッションまだ決められていないお客様はですねぜひ受講されてみてはいかがでしょうか。ということでですね、ゼネラルセッション以上となります。午後からもたくさんのブレイクアウトセッションがありますのでぜひ楽しんで学んでいただければと思います。ありがとうございました。ご参加いただきありがとうございました。 AWS Dev Day 2023東京 Day 1ゼネラルセッションをご覧いただきました。